1837年オックスフォード版の第1ページ、自然学とは、古代イギリシアの哲学者アリストテレスによる自然哲学の研究所である。アリストテレスは、万学の祖と呼ばれ、様々な領域の研究を行った結出した哲学者であり、自然学的な研究も数多く残しており、現代の天文学、生物学、気象学などに相当する領域でも、 研究業績を残している。この自然学はそうした自然学研究群の基礎を構成し、なおかつアリストテレス哲学の中でも重要な位置を占めている。本書は全8巻で構成されており、第1巻から第2巻までは原理についての論述、第3巻では運動と無限なものについて、第4巻では場所、空間、時間について、 第5巻から第8巻では運動と変化について考察されている。自然を研究する上でまず一般的な原理に基づきながら徐々に個別な対象を分析している。全8巻からなる。第1巻、第2巻、第3巻、第4巻、第5巻、第6巻、第7巻、第8巻と宇宙、第1巻、キネシスやメタボリーが可能であるためにはどのような原理が必要なのか。 という問いが立てられる。そしてアリストテレス以前の哲学者たちの説が検討され、エイドス、ステリシスの三つの原理が運動や変化を説明するのに必要でありかつ十分であると述べる。第2巻、ここでアリストテレスは自然学の対象と方法を規定する。まず自然物を運動や静止の原理をそれ自体のうちに持つものと定義する。次に、 ノピュシスという表現の意味を分析し、それは、ノヒュレート、ノエードスの二つの意味であり得るとし、エードスの方が優先されるべきだ、と述べる。そして、ヒュレート、エードスからなるものとして、自然物を研究するのが自然学だ、とする。また原因という概念が分析される。原因の中でも、基本的なものとして質量もと、競争もと、目的もと、指導員の四つを挙げ、 さらに、派生的なそれとして、不体原因、偶然などにも言及し、自然学というのは、蒸気基本的原因のすべてを解明すべきだ、と述べる。第3巻、第4巻、運動の概念と、それに関係する、連続、無限、場所、空虚時間等の概念について考察する。第5巻、キネシスに関する問題。第6巻、連続性の問題。第7巻、 キネシスに関する問題、第8巻。キネシスするものは何かによって動かされるという事実から、その何かを動かした、何かを遡ってゆけば、不動の動者が存在すると論証する。アリストテレスが本書で展開した、世界観は古代ギリシアローマ時代。さらには、ラテン語に翻訳され、ヨーロッパの中世でも学ばれ、学問の基礎づけに用いられ徴用された。 16世紀中央に太陽中心説がコペルニクスによって提唱され、その説が検討に値する学説だと人々に認知されるにつれ、地球中心説に基づいていたアリストテレスの宇宙論に深く結びついていた彼の運動論も少しずつ疑問視されるようになっていった。古代ギリシアでもアリストテレス以外にも自然を考察の対象とした哲学者はいた。 先行者らの中には、機械論的な自然観を唱える者も,もいた。だが、アリストテレスはそうした、自然観の問題点を見据え、それを超えたものを提供する。アリストテレスは、自然ものはそれ自体が運動、または静止の原理を内包している、としている。木や、石や水などといった、自然物の中でも、それ、 事態によって存在するものと、外部の原因によって存在するものがある、と区別しており、それ自体で存在するものは、キネシスと静止の原理を備えている、とした。自然哲学における原理とはキネシスへの発展的な、過程だ、とする。署名は日本語で、物理学とも訳されることもある、土屋賢治、自然学、哲学、思想辞典、年。 キネシスは、運動あるいは、変化。キネシスを、メタボリーと対比して訳すためか、キネシスを日本語では、運動と訳してしまうことが半ば定番化して、しまっているが、英語でも、チェンジと訳すことがあるように、日本語でも、変化と訳した方が、通常の語感としてはしっくりくる。キネシスは、変化と訳し、その代わりにメタボリーの訳語の方を、 卵に置き換える方が無難とも言えるのである。横山正彦、運動、哲学、思想辞典1998年。ありがとうございます。